私の靴も綺麗。後ろ。ベンジャミンだろ。イエーイ。すごい喜んでるね。ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、サーリンです。おとちゃんです。おとちゃん、今日は何をするの？今日はね、じゃん。ホイップルディズニープリンセスセット、これを作るよ。イエーイ。おー、いい反応だね。サオリン、これ好き？好き。ホイップル知ってる？家にあります。でね、今回ね、この4つ、4人のプリンセスがいて、それぞれのホイップルケーキが作れちゃうんだよ。じゃあ今日はどれ作るの？今日はね、このシンデレラとアリエル、これを作ってみたいと思います。じゃあ一緒に作って、みる。はい、じゃあ開けてみよう。うん、中身はこんな感じでーす。さあ、いっぱいパーツがありますよ。これがホイップルの名前に使われてもいるホイップだね。ホイップ、これはあのパティシエさんが練習で使うぐらいね、リアルな生クリームそっくりのホイップだよ。でも偽物だからね、食べられないよ。これからこれが、デコレーションする土台になるケーキだな。ケーキの土台、ここは4種類プリンセスに合わせて4つあります。でこれがこういう風になんか乗っけるやつかな。でケーキの周りを囲むこのデコレーションシートね、あとはペーパーシートといって終わってからこうつける。でこれが飾り付けするパーツ、まあ、全部で100種類もあると。ちっちゃいのも含めて全部で100個ぐらいあるから、もういっぱいデコレーションし放題。そしてこれ、これがあの今回なんであのアリエットシンデレラを選んでもらったかというと、このねアクセサリー別に作れて、アクセサリーにもなるしキーホルダーねにもなるし、このケーキに飾り付けもできるの。それがこのアリエルとシンデレラなんだ。だから今日はそれを作ってもらうんだよ。そうなの？そういうこと。じゃあ早速作ってみようか。うん。そしたらまずホイップを作りますよ。はい、よく揉めました。最初に全部クリームやっちゃうと、こうギュッてやる時に傷なくて大変なので、まず使いたい分だけちっちゃくやって、バンドで止めて量の加減を調整します。シンデレラから作っていきます。口金が 2種類あってて、この星になるやつとこのストレートっぽい普通の穴のやつ使い分けるみたいですね。あ、上手だ。おお、はいはいはい、星が、おお、プリンセスたち、これかな。おお、よし、あるぞ。シンデレラだろ、靴。で、シンデレラしたい。シンデレラ完成。早い、すごい。次、アリエル作ります。おお、早い早い早い。いや、スーッと。ついた。おお、デコレーションにもさらにデコレーション、斬新。あ、ここにつけ、あ、なるほどね。よし。おお、完成。完成。アリエルのケーキ。さ、それではアリエルとシンデレラのデコレーションケーキ、ホイップルのデコレーションケーキができました。さあ、じゃあポイントを聞いてみよう。じゃあまず最初に作ったシンデレラから。ここの周りだけだと寂しいから、ここにちょっと水色のやつを入れてみた。で次はアリエル、お花の上にホイップ乗せて、でそれでこうやってつくつく乗せたり。あ、つぶつぶが乗ったね、これね。これが工夫だね、素晴らしい。それでは次はこのアシャマカロンとこのハートをね、こちらにデコレーションしてもらいたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、乗せまし、そしたらこれで、あ、ちゃんと、あ、よし、よし、馬車完成。完成。よし、早いな、それにしても。次は、ハートバブルキャンディ。よし、ハートバブルキャンディ。キャンディ完成。ではこちらが馬車マカロン、そしてこっちがハートバブルキャンディ。これはね、このキーチェーンをつけて
キーホルダーにもできるんだけど、これに乗せてデコレーションの一つにすることもできるんだって。どっちにする？キーホルダー。両方とも？両方ともキーホルダーにする。いいよ。はい、こんな感じにキーホルダーになります。はい、パス。こっちはね、あのクリームがダーってあるからちゃんと固まるまで待ちます。固まるのにどのくらい時間が必要か知ってる？15分。違います。1時間です。いや、5時間。いやいやいや、そんなもんじゃない。1日。お、もっと。2日。あ、もっと。2日。あ、行き過ぎた。3日。そう、3日4日かかるらしい。完全に乾くようにはちょっと待ちましょうね。ちゃんと乾くのにはだからね、少しずつ固まってくる。では続きまして、サオリンがすっごい作るのが早かったので、この巨大なお城のケーキも作りたいと思います。イエーイ。すごい喜んでるね。イエーイ。おー、いいよ。もう思いっきりやってくださいよ。どうでもいいでしょ。ちょっとダサいな。はい、ケーキの土台完成。ボンドボンドだ、紅葉ボンド。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。おお、テレビ。ちょっと怖いね。怖いね。ああ、そう。ホイップのイメージ。もうずっと少ない。横にも金つくね。おいしそう。本当おいしそう。お花が咲くよ。なるほど。完成？まだ。完成！おお、すごいぞ。かなりゴージャスなお城のケーキができました。さあ、ポイントを教えてください。ここのてっぺんのところと、バラが見守ってる感じと、あとお花がもうすぐで咲くよっていうつぼみ。あ、つぼみもあるんだね。サオリンのこのすごいところはあれだね、バランス感覚、色のすごい。じゃあケーキも可愛くできたし、サオリンもプリンセスに変身しよう。あれ、ケーキの上にいる。わー、ハイデールだ。シンデレラの方のケーキにも行ってみよう。わー、シンデレラだ。私と同じ格好してる。ガラスの靴も綺麗。今日はホイップルディズニープリンセスセットで遊んでみました。さあ、どうだった、サオリン？なんか、こことか細かいところとかやるの大変だった。うん、大変だったけどよくできた。力作だったね。ほんとね、サオリン手際がいいから、トトちゃん感心しちゃった、マジで。みんなもホイップルのディズニープリンセスセットを使って可愛いケーキを作ってみてね。本物そっくりだけど食べられないから絶対ダメだよ。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。